エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX 財団の提供でお届けします。しだれゆうすけです。大木ひさつです。今回はですね、前回の本放送ですね、本エピソードでも話したんですけれども、最近やっぱりその仮想通貨暗号資産が流出してるんじゃないかみたいなニュースも多くなってきてますよね。もうこれ常につきまとうところですが、はい、ちょっと改めて、前回の本放送でもそのハードウェアウォレットとソフトウェアウォレットみたいな話もちょっとお聞きさせていただきましたが、うん、ちょっとそのあたり、まあ要は暗号資産をどう守るのが一番いいかみたいなテーマでですね、はい、今日はエクストラ会でお話しできればと思います。はい。じゃあ大木さん、早速なんですけど、どうすればいいんでしょうかっていうところで言うと。そうですね、まあ僕個人的には結構金融庁登録の取引所と似たような資産管理と言いますか、はいはいはい、毎日のように使う、例えばイーサガス代の分はソフトウェアウォレットとかに置いといたり、うん、はい、メタマスクとかに例えば入れたりする一方で、うん、まあその他の直近では動かさないような仮想通貨、まあほとんどビットコインなんですけど、はい、に関してはハードウェアウォレット、まあレジャーとかで資産管理をしているっていう感じですね。うん、なるほど。でもそうですよね。まず本当に今言ったのが金融庁のって言ったのはそうで、取引所にも、まあ、過去にコインチェック事件なんかもありましたよね、はい、であれがホットウォレットって言って、要はインターネット上に接続するところにあったと、うん、だからそれが結局ハッカーが入ってこれて、うん、資産を送金されちゃった、うん、ネムを送金されちゃったっていう事件がありました。で、あの事件を受けて、まあ、金融庁も今なので取引所にはもうこのぐらいのパーセントしかホットウォレットに入れるなと、であとはコールドウォレットに入れろっていう話を取引所にしてますよね。で、取引所はそのレポートを金融庁に出してるんですよね、はい、っていうのをやっていて、で、まあ、その時の報道でみんな皆さんもホットウォレットコールドウォレットって話を聞いたかなと思うんですけど、はい、まあ、まず一番安全な方法っていうのはさ、ハードウェアウォレット、つまりまあコールドウォレットに入れとくということが、はい、まあ、これはもう誰に聞いても大前提の安全な保管の方法ですかね。うんうんうん、そう思いますね。で、先週確かにメタマスクからまあ一部イーサですか、仮想通貨が流出したっていう話がありまして、うん、で、こちら、まあ原因の方は分かっておらず、まあ収録時点で分かっておらず、うん、はいはい、メタマスクは規定してる、まあ自分たちのせいではないと。そうですね。いう話をしてるんですよね。うんうん、ただ、なんでまあね、どうしましょうっていう話もまだする段階ではないとは思うんですけど、まあただそれを受けて、結構日本のツイッター界隈でもいろいろと、ね、シードフレーズの管理の仕方について、うん、議論になったかなっていうふうに思うので、うんうんうん、今回はそのことについて触れたいなというふうに思います、うん、そうですよね。はい。で、にわたこさんがアンケートを出してまして、そうですね、ツイッターで、まあ、読みますと、あなたはハードウェアウォレットのシードをソフトウェアウォレットでも利用したことがありますか。つまりハードウェアウォレットで生成したシードをソフトウェアウォレットにインポートした、またはソフトウェアウォレットで生成したシードをハードウェアウォレットにインポートしたことがある。で、あるが 14.1% で、ないが 85.9% ですと。うんうんうん、で、まあ、ないが正しいというか、あるはやっちゃいけないんですけど、はいはい。まあ、14.1% もいるんだっていう。なるほどね。しかも327票の、この今の結果、はい、最終結果そうなってますよね。そうですね。なので、なかなかまだまだ、このシードフレーズって言うんですか、はい。に関する認識というのがまだまだ完璧じゃないって言いますか。うん。はい。そういった感じなのかなというふうに思いました。確かに。で、やっぱりレジャーとかのホームページを見てみると、メタマスクの12単語の秘密のリカバリーフレーズ、まあシードフレーズですね。シードフレーズ。だから、これもややこしいですね。言葉がいろいろあるから。そうなんですけど、このメタマスクの12単語の秘密のリカバリーフレーズで、うん、レジャーデバイスを復元する必要がありますかっていう、そのカスタマーサポートへの質問があって、はいはいはい。まあ、メタマスクの12単語ですね。まあ、シークレットリカバリーフレーズ、まあ、シードフレーズ、それをレジャーデバイスに入れるかってことですよね。簡単に言うと、うん、はノーなんですよ、答えは。入れちゃダメと。安全ではありません。書いてあって。理由としては、ハードウェアウォレットであるレジャーを使う意味が台無しになっちゃうっていうことなんですね。メタマスクっていうのはほとんどの時間、メタマスクのシードフレーズは、やっぱネットに接続されうる場所に、うん、まあ保管されると。
ということで、パソコンとか、まあ、スマホで、仮にそこのパソコンとかスマホがマルウェアに感染しているとしたら、そこの、その、シードフレーズが盗まれてしまう可能性があると。漏洩する可能性があると。で、それを使って、レジャーに入っちゃったら、うん。それはレジャーでもう守れないですよと。だってそのシードフレーズってもう、漏れてるわけだから。なんで言い換えると、このシードフレーズ、またのはリカバリーフレーズ。あと、ニーモニックとか言いますよね。ニーモニック。このフレーズっていうのは、完全にオフラインで作成しないといけないんです。だからこそのハードウェアウォレットですっていうことなんですね。なんで、ちなみにレジャーでやると、レジャーっていうのは初期設定中にリカバリーフレーズを作成するんですけど、これはパソコン上でやるんじゃなくて、レジャーの USB のデバイス上に出てくるんですね。なるほど。だから、はい、パソコンにつないでやるけど、レジャー内になってるってことか。レジャー内に、そうです。それはもう、パソコンと切り離された空間。はあ、はあ、パソコンやスマホから切り離された空間でやってるということなんですよ。で、そこが大事ですと。なるほど。はい。そうなったら、いくらそのつないだ先のパソコンがウイルスに侵されてようが大丈夫ですっていう。そういうことか。ことなんですと。ちょっと補足すると、一応レジャーっていうのは、まあ、いくつかハードウェアウォレットあるんですよ。多分一番台数多いのかな。有名なハードウェアウォレットで、まあ、USB でつなぐんですね、パソコンに。そうですね。USB でつなぎますね。うん、で、そこに、まあ、暗号資産の、言ってしまうと、だからそのシードフレーズ、リカバリーフレーズ、ニーモニック、まあ、その先にある、それが復元できる、結局秘密鍵を入れとくものってことですよね。そうです。で、ここに関してもね、まあ、いろいろとこう、分かりづらいところがね、今話しててもあるなとは思って、うんうん、まあ、僕もセキュリティとして問題じゃ、書かないというところがありますけど、はい、まず気になるのは、この、なんか名前の多さですよね。まあ、そうですね。うん、はい、まずだって秘密鍵を人に教えちゃいけないっていうふうに、我々ね、はい、教わるじゃないですか。言うじゃないですか。だけど秘密鍵って言葉がいつの間にか、シードフレーズとか、ね、ニーモニックフレーズとか、何でしたっけ、あと。シードフレーズか。あ、シードフレーズ今一回言いました。うん、言いましたね。もう僕、今も混乱してるからね。リカバリーフレーズだ。うん、うん、うん。で、秘密鍵からなんとかフレーズに変わったな、みたいな。の後になって、うん、っていう感じになって、で、なんとかフレーズって何個もあるな、っていう。うん、はい。いや、だから、そうですよね。一応、そのメタマスクインストールするときも、動画とか流れて、はい。絶対この初めに言うその12個の単語、まあ、アップル、オレンジとか、なんかカーとか出てくると思うんですけど、うん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 、あれは教えちゃダメよっていうのは出るものの、なんか秘密鍵、あれイコール秘密鍵みたいな認識がない人がいるから、はい、結局秘密鍵を教えてないよねっていう。だから、よくある詐欺でメタマスクのフレーズをここに入れてくださいみたいな変なサイトがあって、そこに入れた瞬間に資産抜かれたみたいな話も昔からありますよね。ありますね。だあれイコールまあ秘密鍵だと思ってもらったらいいぐらいですよね。はい、そうですね。なので、ここの用語の問題っていうのは、なんかウェブさんあるあるで、本当なんとかしてほしいんですけど、まあそれは、それで、まあ今後の課題として。はい。で、まあ、とは言っても、その、レジャーを使って、レジャーと連携したメタマスクを使う方法はあるんですね。うん、うん、うん。先ほどまでの話は、双方のリカバリーフレーズを双方に移行しちゃダメっていう話。はい、はい、はい。しましたけど、それはダメなんですが、レジャーとメタマスクを接続して使うことがあると。で、それは、まあ、レジャーのホームページとかにもしっかり書いてあるので、その手順、まあ、しっかり日本語訳にもされているので、はいはい、この手順に従って、しっかりとやるってことが大事ですね。なるほどね。なんで、メタマスク、ブラウザで開いて、うん、コネクトハードウェアウォレットっていうのがあって、うん、で、レジャーかトレザー、まあ、トレザーってレジャーのライバル会社、これもハードウェアウォレットですね。これのうち2つのどっちか選んで、で、どのレジャーのアカウントを接続するかを選んで、うん、っていうのでも、大体終わりなんですね。なるほど、なるほど。で、どこにも、シードフレーズなり、リカバリーフレーズを入れろという工程はないんですよ。はい、はい、はい。なんで、正規の通り接続すれば、よし、という感じですね。なるほど、はい。で、その厳密に言うと、この際に使われるリカバリーフレーズっていうのは、レジャーのフレーズ。レジャーの初期設定で出したらリカバリーフレーズなんです。厳密に。それ入れないですけど、使われてるのは そういうことです。そういうことか。だから、掛け合わせてるみたいな状況になってるってことですか、はい、メタマスクの。そう、メタマスクのリカバリーフレーズはなくてもいいっていう感じです。言ってみれば。なるほど。そっちに、だから、そっちの秘密鍵に移るんだ。はい、そうです。そういうことか、資産。そうです。そうです、そうです、そうです。いやー、だから、はい、意外と落とし穴がありますね、はい。そうですよね。なんで、あとね、これは、
僕はどうかと思ったんですけど、はい、ある NFT インフルエンサーさんは、ハードウェアウォレット反対論者なんですね。お、はい、はいはい。で、彼の資産保管方法は、パソコン2台買うっていう。いや、でもね、それ僕もね、昔考えたことありますよ。マジですか。で、実際僕もそれはしてます。まあ、正確に言うと古いパソコンをそういう風に使ってる。ああ、なるほどですね。うん、もう、そのパソコンっていうのは、もう本当に、例えばその、例えば変なサイトをここで開いたりとかしないし、仮想通貨取引のためだけのパソコンで、要はウイルスに感染されるリスクが事実上ゼロになりますよねっていうパソコンってことですよね。そうそうそう。あ、そうですね、そうですよね。そういうイメージ。うん、ですよね。それ用と普段使い用のパソコンを持っててっていうとは言ってましたね。それはどうなんですかね。僕もそういう風にしてるんですよ。僕はどっちかといえば、そのハッキングリスクというよりは、うん、なんかそもそもそのメタマスクを同期させてたりするんですよね。その古い PC に。で、普段使ってないから、このリスクっていうのもまたこれ何種類もあって、うん、セルフゴックスっていうリスクもあるじゃないですか。要は自分で開けなくなっちゃうっていう。人に盗まれないんだけど自分も開けないみたいな。で、それを避けるために僕は古いパソコンにメタマスクの秘密鍵突っ込んでるんですよ、うん、で、それはもう電源切って触んないみたいな。でも最悪今自分が使ってるメタマスクをメインで使ってるパソコンがをなくした時に、うんうんうん、あれで秘密鍵のメモもなくした時に、うん、そのパソコンに電源が入れば資産動かせるじゃないですか。ああ、そういう意味で使ってて、ちょっとそのインフルエンサーの人とはやり方が違うかもしれない。でも、ああ、なるほどね。でもなんで反対なのか、USB ポートの問題かな。ああ、やっぱりその人が言うには、はい。シードフレーズを、やっぱりそのハードウェアウォレットいくら持っててもシードフレーズをフィッシングサイトとかに入れちゃったら、もう意味ないよねっていう、その元も子もない話にはなっちゃうんですけど。うんうん。なるほどね。なんで、そういうその、フィッシングサイトからを避けるっていうことをやりたいじゃないですかね。はい、はい。完全に隔離されたパソコンにおいて。だから要するに、もう完全にディレクトサーチ、検索するってことですよね。うん、ツイッターも開かないし、うんうん、ここでインフルエンサーのコメントも読まないしっていうことで、うん、完全に直接検索って言うんでしたっけ？要は、ウェブサイトを叩いた、本当のホームページにしか行かない。はいはいはい。パソコンでは。そうか、そこで、だから極端な話も、取引所しか開かないんだ。取引所しか開かないし、オープン C 直接叩くでしか行かないしとか、うん、NFT プロジェクトも直接叩いて、直接叩けば、ブックマークに入れてるところから。そうだね。多分。はい。そうすると、まあ、フィッシングサイトに引っかからないんじゃないですか。だからメールも受信しないってことですよね。メールも受信しない。メール危ないですもんね、マルウェアが。ツイッターも見ないです。ディスコードも見ないです。うん、はい、まあ、確かに利便性考えると、悪くないような気もする、うん、それこそ安い Chromebook とか買って、はい、ただまあレジャーとかの方がトレジャーとかの方が安いけどねパソコン買うより。そうなんですけどね。ただまあ自分の意思でホットとコールドを切り替えれるっていう意味ではまあ悪くない管理方法かもしれない。悪くはないとは確かに思いますね。この放送で一応ちょっと断っておくと、今話したようにいろんな要素があるんで 100% 守る方法っていうのはないに近いのかもしれないですけど。そうですね。そのどんな安全にしてても鍵渡しちゃったらバレるみたいなところあるんで。そうです。鍵はだから本当渡しちゃダメなんですよ。渡しちゃダメなんですよね。あのメタマスクであろうとレジャーであろうとレジャー本社であろうと、うん、コンセンシスであろうと出しちゃダメなんです。出しちゃダメなんですよね。これはダメ。聞かないです本当は。本当聞かないです。そうだからみんな聞かない質問だし聞かれることはないってことですよ、はい、ないです、はい、だからそこ大前提ですけど、ただだからこそっていうか自分しか知らないはずなので自分が忘れても困るので、そうなってくるともはやね、うん、シードフレーズを書いて紙をどうするか問題で、そうそれはもう本当その各自の管理になっちゃいますもんね。そうそうそう、なくしたとか濡れちゃったとか、なんか文字が滲んだとかわかんないですけど、だからレジャーさんでそれこそそれをなんかあれじゃないですか、うん、あの鉄のやつで刻んで保管するやつとか ありますあれめっちゃいいな、カプセルみたいなあるじゃないですか。カプセルのやつ、はい、その12個の単語を自分で ABC 並べて作るんですよね、はい、であれ火事でも燃えないみたいな。火事でも燃えないっていう、はい、そう。でもあれですよ、それで言うと僕以前あのマネックスの松本大木さんに、はい、が言ってたんですけど、言われたんですけど、はい、そういう意味では秘密鍵、まあペーパーウォレットでもハードウェアウォレットでもいいんですけど、そういうコールドウォレットに入れてその秘密鍵を貸金庫に預けるって言ってました。日本の貸金庫で、はい、それはそれはすごく素晴らしいと思います。ありないやり方だと思いましたね、はいはい、そうだと思いますね。
なんで、ね、自分用にコピーは取っとくのか取っとかないのかも含めて、はい。まあ、それなくなった時用に貸金庫に入れるのか、貸金庫にしかもう絶対入れないのかとか。そうね、そういうこともあるよね。はい、ありますね。いやー。で、まあ、貸金庫は覚えてますもんね。覚えてる。貸金庫は、うん、ね。し、本人しか開けれないのと、多分僕詳しくないですけど、遺族が開けれるみたいな。遺族開けれるね。だからそこはちょっといいんですよ、その管理方法は。そうですね。それいいですね。まあね、ほんと自分で保管しちゃうと、タンスのどこだっけなみたいな話ですよね。そう。まあただ、ただその代わり自由も得てるよっていうことで、うん。最悪わかんないですけど、それこそウクライナの戦争。うん。ウクライナ戦争で、ウクライナから国境を越えて逃げる人たちが手に持ってたものは、はい、レジャーの、USB 型のレジャーだったという話も。あるんですか？あ、それは、はい、報道目に見したことありますね。へぇー。要は、ウクライナのその、そうか、金融システム貸金庫問題だ。うん。貸金庫も、そういうのが仮に機能しなくなったとしても、ね、レジャー持ってれば。確かに。まあ、なんかこう、要するに誰からも、ロシアからも、誰からも差し押さえられないんです。しかも隠しやすいしね。隠しやすいです。はい。最悪、お尻の穴にいるときもバレなそうだしね。なんかギリギリ入るかもしれない。ギリギリ入るかもしれない。人によるかもしれないけど。そうですね。で、もっと言うと、レジャー車が破綻しても、それは大丈夫なんです。他のデバイスで復元できるようになってるんで、うん、っていうことで。そうか、それ僕、ちょっと気になってたんですけど、レジャー、例えばあれ、それこそお尻の穴に入れてたら、壊れちゃったとか、はい、なくても大丈夫ってことなんですよね。あ、そう。壊れたら、まず、うん、違うレジャーのデバイスを買えばいいじゃないですか。はいはい。あ、そうか。で、シードフレーズを入れればいいんですよ。うん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 、で、問題はレジャー車が破綻してこの世から消えたらどうなるかっていうところ。ああ、それ確かに気になる。なんかその、美術的な話になっちゃうんですけど、うん、シードフレーズかな。なんかの企画っていうのは、なんか、結構統一されてて、他のハードウェアウォレットなりソフトウェアウォレットなり、うん、それこそで復元はできるっていう。なるほどね。まあそうですよね。別にブロックチェーンをレジャーが管理してるわけじゃないもんね、うん、じゃないですね。はい、それへのアクセスの仕方ですね。うん。千田さんはどういうふうに暗号資産を管理するのが安全というふうに見てますか？そうですね。でも今のハードウェアウォレットとかで、その秘密鍵は紙に書いて、貸金庫。まあ、持ってる資産によると思うんですよね。貸金庫借りるまでの資産かってよると思うんですけど、まあ、それをっていうのが、まず安全だとは、安全性が高いと思ってます。ただ、僕、本当に考えるのが、さっきもちょっと話出たんですけど、まあ、相続とか、うん、そういうことをいろいろ考えたりしたとき、に、これはちょっとね、ごめんなさい。聞いてる人にもおすすめできるやり方か僕わかんないんですけど、意外と日本のちゃんと免許のある取引所に分散して置いとくっていうのが、360度いろんなリスクを考えた時に、一番自分にとっては安全なのかなって思ってそうしてますね。うんうんうん、一部もちろん、メタマスクにも入れてるし、ハードウェアウォレットもちょっと使ったりするんですけど、で、そのリスクのうち、まあ、どこを見るかなんですけど、僕は思ったのは、やっぱり最悪、突然死ぬかもしれないじゃないですか。はい。で、僕だけが、その、レジャーと、まあ、レジャーに限らず、その秘密鍵を僕だけが管理方法を知ってたら、それこそ昔クアドリガー Z かな、カナダかなんかの取引所で、ああ、ありましたね。社長が死んで秘密鍵分かんなくなって、全資産が消えたみたいな事件ありましたけど、はい。結局奥さんも分かんないみたいな。うんうんうん、で、そうなると、一生誰も取り出せないかなと思うんで、そうですね。だそういう意味では、日本の取引所は、あと日本の取引所は、一応 FTX みたいなことがあっても、資産は守られてるし、これ取引所の利用規約をちゃんと読んだ方がいいんですけど、ある程度までの金額は多分保証してくれるんですよ。うん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 、だから、いくつかの信頼できる日本の取引所に、こう分けて置いとけば、まあもちろんハッキングされて最悪潰れて帰ってこないってあるかもしれないけど、それも分散されてるし、一社じゃなければ、まあ日本の取引所全部が一気にハッキングされることはないだろうという。で、さらに僕が、例えば交通事故にあっても、嫁とかがコインチェックさんなりビットフライヤーさんとかに問い合わせれば、うん、多分、あちょっとありますぜみたいな、うんうんうん、で正当な相続人であれば受け取れるよってことがあるんじゃないかなと、はいはいはい、考えて僕は取引所に置くのがいいのかなと思ってるって感じ。これがまた金額でかくなってくるとまた別なんですけど、うんうんうん、あと日本の取引所ですね。海外取引所もそういう風に信頼できないのでそうですね。そういう管理はしてますね。まあちょっとクリプトだエクソダスだ言っててめっちゃ中央集権に頼ってんじゃんって批判されるかもしれないけど、だけどやっぱり日本の取引所は特殊だと思いますよ。しっかりと規制されてて、
うん、はい、同種同額でしたっけの仮想通貨は持ってると思うんですよね、うん、常に。そうですね。預金の、はい。はいはい。なので、なんだろうな、そういうふうに考える人がいてもおかしくないなって思いますね。うん、ただ一応これ僕ある取引所の人に言って、僕は思ってそうしてるんですよって言ったら、ありがとうございますと。ただ、設楽さん取引所の ID パスワードとか、二段階認証とかバラさないでくださいねって言われて、それはそうだなと。うんうん、結局まあ、その i パスとか二段階認証をハックされちゃったら、ね、逆にスムーズに送金できるので、うん。だからまあ、いずれにしてもなんか 100% はないんだなと思いながらも。そうですね。うん。まあ、それで言うと、パスワードってちゃんと作んなきゃダメですねって。僕は前職で学びましたね。前職は取引所、クラーケンという取引所だったんですけど。はい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 。入社した時に、セキュリティ講習みたいなのを受けるんですよ。ほうほう。クラーケンってセキュリティ強いので有名で。いや、そうですよね。うん。はい。2014年にできて以来、一回もハッキング攻撃。確かに。受け、ハッキングによる資金流出は一回もしなくて。うんうんうん。老舗ですもんね、アメリカのね。老舗で。そう、セキュリティはすごい取り柄だったんですよね。で、社内でもやっぱセキュリティに対する意識が高くて、うん、そうですね。例えばオフィスの作りとかも、なんかこう、元軍人にその見てもらうとか、どっから敵が侵入しやすいとか。すごい。それ日本のオフィスとかもですか？日本のオフィスのそうです。で、実際にここは危険だからってことで、ちょっとこう、壁塗ったりとか、あかんですけど。ほんほんほん。あれ、塗るっておかしいか。壁作ったりとか。壁を作ったり、そう。壁作ったりしたらしいですよ。すご。で、その費用を普通に本社が払う。なるほどね。はい。だって僕、大木さんも含めですけど、他のクラーケンジャパンさんと名刺交換したことありますけど、はい。そもそも名刺に住所入ってないですもんね。名刺入ってないですし、うん。まあ、外部の方とミーティングする場所っていうのは、コワーキングスペースですね。なるほど、なるほど。で、執務用のオフィスっていうのは違うところにあるところで、これは外部の方には、もうほんと一部の、例えば金融庁の方とか、はいはいはい、それを抜かしては公表してないですね。なるほどね。っていうのもやっぱり、従業員が例えばカフェつけられて、あれですけど、パソコンになんか仕込まれて、マルウェア仕込まれて、はいはい、データ抜かれるとか、まあ、とかそっからクラーケのシステムに侵入するとかっていうことを、恐れているので、うん、なるほどね。それを、の可能性を限りなく小さくするというのがありますよね。じゃあ、がっつり研修受けたんですね、そういうセキュリティの。あ、そうそう、そうですね。それはもうパソコンのセットアップにかかった記憶があるんで、うん、2日、うん、そう、そうですね。セキュリティ講習もあったし、なかなかそうですね。だからね、ちょっと話はあれずれちゃいましたけど、まあ、暗号資産管理についても、でもね、なんか最近 SNS とかで見ましたけど、やっぱりかなり詳しい人でも被害に遭いましたみたいな。そうですね。ね、そういう記事もなんか最近僕も読んだりとかしてて、うん、まあ、油断は禁物ですし、確かにいろんなとこにリスクがあるから、そうなんですよね、うん、だから逆に言うとそのまさに秘密鍵の仕組みとかはクリプトの面白さであるところでもあるんですけどね、便利さであったりとか、要はメタマスクに入れとけばもうどんなサイトでも会員登録いらないじゃないですか、例えば、はい、うん、ウォレットコネクトが会員登録みたいになってるっていう利便性もあるものの、その通りだと思いますね、はい、だからちょっとね、今日の放送は参考になるのか分かんないですけど、うん、ですね。ただまあ結構どんどんここら辺の情報は多分また僕らも新しいなんか方法があればっていうのを言っていきたいと思いますし、そうですね、うん、うんうんうん、そうなんですね。なんかあと言葉の話で言うと僕ウォレットっていう表現もすごい悪いなと思ってて、ああ、かといって財布っていうのもなんかね、まあまあそうそう、いや、というよりはなんか今日の話でそもそもの話なんですけど、ウォレットとか財布にっていうと中にクリプトが入ってるように思うじゃないですか。頭の中でウォレットでも財布でもいいし、イメージすると、うんうんうん、そこにお金が入ってるイメージがあるじゃないですか。でも、うんうん、実際、レジャーの中にも、メタマスクの中にも、ビットコインとかイーサリアム入ってないんですよね。はいはいはい。で、ビットコインとかイーサリアムって、じゃあどこにあんのって言ったら、ブロックチェーン上にあって、うんうん、で、そこに大木さんが持ち主だよって書かれてるだけなんですよ。もうすごくシンプルに言うと。うんうんうん、で、それを動かす鍵がメタマスクとかレジャーに入ってるんですよね。うん、だから、なんか、そこのウォレットって言っちゃうと、あそこにビットコインが入ってるようなのも、なんか誤解生むなと思いながら。キーホルダーとかの方がいいっすね。あ、違うか。でもね、なんか、とはいえ、ウォレットって言うから、まあ、安全に管理しようと思うのかもしれないから、難しいんですけどね。うん、でも、秘密鍵を入れとくもの
って言ってもよく逆に分かんないもんな。キーホルダーキーホルダーなのかキーホルダーだから違うイメージですよね。キーホルダーって言っちゃうと。でもそうなんですよ。だから、でもキーホルダー正しいかもしれない。だから、あれですよね。例えば、車の鍵を入れとく入れ物みたいなあるじゃないですか。ああ、そうです、そうです。お金持ちの人がこう、フェラーリの鍵とか包んでるようなやつ。ああ、そうです、そうです。あれに近いですよね。だから、あそこにフェラーリが入ってませんみたいなね。はい、はい、そうです、そうです。そう。はい。まさにそうですよね。なんで、そこら辺の用語についても、うん、やっぱ僕は Web3 ってすごい課題多いなって思いますね。その、言ってて通じない言葉が、その直感的にクリプトを知らない人に通じない言葉が多すぎるんですよ。はい、トラストレスとか。うん、トラストレスもそうですね。ト、うん、ラストレス本当やめた方がいいと思います。すごい大事なワードなのに、ネガティブな印象を与えません、あれ。僕もだから初め知らないとき、え、なんでって思ったんですよ。信用しないんかいって。うちはトラストレスですって、ダメやんって思ったんですよ。ダメやんって思いますよ、ね。うん。うん、僕も思うんです。え、トラストレスなのって言っちゃいましたもん、初めての時、うん。だからゼロトラストとかの方がいいのかな、言い方としては。ああ、そっちの方がまだいい気がします、ね。まだ、でもまあ同じか。なんかネガティブに、うん、でもちょっとかっこいい感じもあるんですけどね、トラストレスってね。ありますね。わかりますよ、使いたくなる気持ち。うん。パーミッションですとかもやめてほしいですよね。ああ、そうですね。ややこしいんで。ややこしい。許可なしで、無法者なのかな。そうね。まあそこら辺はちょっとまたすごい。またね、ちょっとそのクリプト用語の話もしましょう、はい、今度、はい。そうなんですよね。ぜひぜひ。はい、ということで今回はですね、暗号資産の安全な守り方とはみたいなテーマで、まあいろんな管理方法ありましたね。とまあ一番言われてるのがハードウェアウォレットかなと。思いますが、それも単純に使うだけじゃなくて、今日のお話だと、まあ、ちゃんと設定しないと、結局同じだよってこともあるので、皆さんもそれも注意していただきたいなと思いますし、まあ、その他パスワード管理だったり、すごく大事なことがありますので、何かの参考になればと思います。はい。はい。ということで、このエクストラスでは、こういったエクストラ回ですね、ワンテーマで話すエクストラ回と、あと通常の毎週の放送はですね、ニュースの深掘り、相場の情報などを話していきますので、ぜひまだ番組フォローしてない方は、フォローいただければと思います。またこういった特にこのエクストラ回のテーマ募集したいですよね。ですね、確かに募集したいです。皆さんが、はい、何知りたいのかなっていう、うん、っていうところがあるので、よろしければツイッターでカタカナでハッシュタグでエクストラス、ハッシュタグでエクストラスとつけてツイートいただいても構いませんし、DM もらっても構いません。僕と大木さんのアカウントもこの説明文に書いてますので、ぜひそちらからアクセスしてですね、はい、テーマとか、まあ、質問とかこれを教えてとか何でもいいので、うん、コメントいただければと思います。ぜひぜひ。はい、それではこの放送は DYDX 財団の提供でお送りいたしました。またエクストラスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。